はい、皆さんこんにちは。コーズ Vlog のコーです。今日の動画はですね、今こちらに映しているものなんですけど、お分かりになりますでしょうか。タイトルでも書いた通りなんですけど、このスポーツシートのですね、アウディのロゴの部分のエンボスの加工があると思うんですけど、そこにこういうふうにですね、デカールを貼るという、そういうカスタマイズを今日は紹介しようかなと思います。これは今仕上がりの絵なんですけど、こんな雰囲気になります。色はですね、注文するときにいろいろ選べるんですけど、まあロゴの部分は赤でいいと思うんですけど、 RS の部分とかは、白とか黒とか、その他さまざまな色が選べるようになってます。それじゃあ早速やり方をですね、一部紹介していこうかなと思います。まずこういった脱脂用のシートが付属でついてくるので、これを使ってシートのエンボスの部分をですね、ロゴの部分をきれいに脱脂をしてあげます。これをしないとうまくデカールが接着しないと思いますので、ここは念入りに丁寧にやった方がいいかなと思います。でちなみにですね、自分もやってみて思ったんですけど、結構これ難易度が多分高くてですね、場合によっては完全に失敗してデカールそのものが使えなくなってしまったりする可能性もあるので、もしこのカスタムをですねおやりになろうと思われた方で、かつ心配な方は、まあ、予備でもうワンセットずつ買っておくのも手かなというふうに思いました。それぐらい慎重にやらないとすぐ失敗してしまう可能性があります。でこのドライヤーを使って革の表面をですね一度温めてあげます。こうすることによってデカールもより一層ですね、密着しやすくなるという感じになります。で革の表面がある程度あったかくなったら、すぐさまデカールをですね、今回の動画ではこのアウディスポーツのロゴの部分をですね紹介しています。私は結構こう目分量というか適当に貼ってますが、精密にやる方は養生テープとかで周りを囲ってやるのもいいかもしれないですね。で貼り付けた後は一旦このシールのですねロゴのマークの周囲の部分を爪を使って強くなぞってあげる感じに、今ちょっと近くに寄せましたが、こんな感じで慎重にですねなぞってあげると剥離しやすいと思います。で万が一この透明のフィルムを取るときにデカールが一緒についてしまう場合は、同時にですね、まあ、カッターとかナイフとか持っておいて、まあ、剣先でこう押さえてあげるなどして、ここで今私の場合も
ひっついてきちゃうんですけど、まあ、うまくこう剥がし方を工夫するとか押さえてあげるなどして、きれいに剥がしてあげるといいと思います。で、またですね、ドライヤーを使って少し温めながらデカールの部分を丁寧に、こういった乾燥したタオルでいいと思うんで丁寧に押さえつけてあげるっていう感じですね。全体的に押さえつけます。こうすることによって剥がれにくくしてあげるという感じですね。デカール自体は非常に薄いフィルムでできているので、一旦くっついてしまえばそうそう取れることはないかなと思います。はい、こんな感じで今つきました。で、一応説明書きには1日ぐらい放置しろっていう風になってるんで、まあだいたい半日以上このまま放置してあげて様子を見るという感じですね。この赤はテカった赤なので非常に見栄えがいいと思います。実際に貼るとですね、はい、こんな感じでつきました。はい、それで再び、一通り貼り終えた完成の絵になります。2セットを購入して、ドライバーズシートと、助手席側それぞれ、RS のロゴの部分と RS の文字の部分含めて全て貼った感じになります。私の場合はブラックのですね、アウディリンフォーリングスとか、そういうところをブラックオプション使ってたので、RS のロゴもですね今回、ブラックにしましたが、デフォルトだと白にしてる方も多いので、そのあたりは個人の好みで選んでみるといいと思います。いかがでしょうか。結構まあお手軽といえばお手軽なカスタムかなと思いますので、よかったら、皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうかという感じです。見た目はこんな感じで確実にですね、おやという感じで目を引くと思うので、気に入る方は、少なくないんじゃないかなと思います。ということで今日は、シートのですねエンボス部分に貼るデカールの紹介でした。購入先は、動画のですね概要欄に載せておきますので、よかったらそこから飛んでみて、ください。それでは最後まで、ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画で、お会いしましょう。それではさようなら。